ルイージ・トレッリは第二次世界大戦でイタリア王立海軍が建造した潜水艦。グリエルモ・マルコーニ級潜水艦の4番艦にあたり、名称はリソルジメントで、ミラノ反乱など反王運動を指揮し、統一後は商工大臣を務めた元老議員、ルイージ・トレッリに由来する。第二次世界大戦においては、イタリア王立海軍の潜水艦として、商船攻撃に従事していたが、日独伊三国同盟に基づき、ドイツ海軍の建飛、潜水艦作戦に協力して、シンガポールに向かった際に、母国の休戦と内戦に直面し、そのまま、接収艦Uボートとして、ドイツ海軍に編入され、アイト25と改名された。さらに1945年5月に、ドイツ軍も降伏すると、今度は、枢軸国で唯一継戦していた日本海軍に編入。以後第504潜水艦に改名されて、日本本土での防空作戦に参加して、終戦を迎えた。1946年、枢軸国を渡り歩く数奇な運命をたどった潜水艦、ルイージ・トレッリは、日本海軍の艦艇として、紀伊水道で連合国に武装解除され、海没処分が行われた。1939年7月27日、イタリア王立海軍は、外洋航行を目的とする大型潜水艦の建造を計画した。提案を受けて、オデーロテルニ・オルランド社がグリエルモ・マルコーニ級を設計。1940年2月2日に1番艦、グリエルモ・マルコーニが建造された。以降、同型艦として、アレッサンドロ・マラスピーナ、マジョーレ・バラッカが建造された後、4番艦として、本艦が建造された。設計したグリエルモ・マルコーニ級潜水艦の4番艦にあたり、同型艦にグリエルモ・マルコーニ、アレッサンドロ・マラスピーナ、マジョーレ・バラッカ、ミケーレ・ビアンキ、レオナルド・ダ・ヴィンチがある。1940年5月15日、イタリア王国領のリグーリア州ラスペツィアに位置するオデーロテルニ・オルランド社のムッチアーノ造船所で竣工したグリエルモ・マルコーニ級4番艦、ルイージ・トレッリは、翌月に第二次世界大戦が始まると訓練を経てグリエルモ・マルコーニ、アレッサンドロ・マラスピーナ、マジョーレ・バラッカら同型艦と共に実戦へ投入された。最初の任務としてリグーリア州沿岸からコルシカ島までのジェノバ湾の哨戒任務を行い、次いで地中海から大西洋へ移動する命令を受けてジブラルタル海峡を密かに通過した。フランスの独位に対する降伏に伴って、ビシー政権が成立すると、イタリア王国軍は、イフツ国境に、イタリア南仏進駐領域を形成し、さらに、大西洋側への海軍基地として、南仏の湾港都市ボルドーにも進駐した。大西洋では、ドイツ海軍の U ボートによる連合国船舶を対象とした通商破壊が行われており、これに助力すべく、イタリア海軍は、地中海から28隻、公海から4隻の潜水艦をボルドーに移動させて、艦隊を編成した。1940年9月29日、そのうちの1隻として加わった、ルイージ・トレッリは、リスボンから西アフリカまでの海域を担当する、艦隊司令部からの命令を受け、アゾレス諸島への偵察任務を行った。1941年1月15日、3度目の、紹介で連合国の商船を捕捉、ギリシャ商船、ネメア、ニコラフィルニスと、ノルウェー商船、ブレイクを撃沈し、続いて1月28日に、イギリス商船、ウルラを沈めた。同年7月21日、7回目のパトロールでに、ノルウェー船籍のタンカー、イーダ・クヌーセンを沈め、1942年2月には、イギリス商船、スコティッシュスター、パナマ船籍のタンカー、エッソ・コペンハーゲンを撃沈した。BETASOMがドイツ海軍式の軍狼戦術を行う中で、本艦は成果を得られた潜水艦の一つだった。2年間ほどの作戦活動で撃沈した船籍の合計は 42,871 トンとなった。戦争も後半に入ると制空権、制海権は次第に連合軍側に傾いていった。BETASOM艦隊の駐留するボルドーも爆撃を受け、いくつかの艦艇が損傷したが、ルイージ・トレッリはこうした攻撃を耐えて、健在の状態にあった。1943年3月、ドイツ海軍とイタリア海軍との間で、大型潜水艦の貸与協定が結ばれ、さらに日本海軍とも日本側が占領するシンガポールへの海軍基地建設の協定が締結されるなど、地理的に離れた日独海軍の連絡作戦にイ海軍も加わることになった。1943年6月16日、日本海軍のイ30がテレフンケン社の開発したウルツブルクレーダーの機材、図面の輸送に失敗したのを受けて、BETASOMから、ルイージ・トレッリが、テレフンケン社のハインリヒ・ホーダス技官と日本の佐竹、近次陸軍中佐を乗せ、シンガポールへ出撃した。指揮権は、ドイツ海軍に預けられたが、潜水艦の運用は、イタリア海軍が継続した。1943年8月30日、ルイージ・トレッリは、険しい哨戒網をくぐり抜けて、無事に、シンガポール基地に到着し、日本へウルツブルクレーダーの技術が伝達された。任務を達成したルイージ・トレッリであったが、9月8日にベニート・ムッソリーニ国家統領に対するオト派のクーデターと連合国との講和という想定外の事態が発生する。イタリアのオト派によるクーデターをドイツのアドルフ・ヒトラー総統が承認せず、イタリア北部を占領した上で、ムッソリーニを救出して、イタリア社会共和国を建国させ、旧イタリア王国は事実上の内戦状態に陥った。こうした状況下で、ルイージ・トレッリは基地に展開する枢軸軍に武装解除を要求され、他に停泊していた3隻の潜水艦と共に、乗組員は一旦身柄を拘束されることになった。ルイージ・トレッリは新たに成立したイタリア社会共和国海軍ではなく、接収艦Uボートとして、UIT25の呼称で、ドイツ国防軍に編入された。他に編入された潜水艦も含めて、その後、サロ政権側についたイタリア海軍の乗組員が、引き続き運用したが、指揮権は、ドイツ海軍の提督が引き継いだ。UIT25は主に、太平洋海域でのドイツ海軍の哨戒任務に、従事し、1945年にイタリア社会共和国が政権崩壊に追い込まれ、続いてドイツがベルリン陥落で降伏するまで作戦活動を続けた。1945年5月、ドイツ降伏によって欧州戦線が連合国の勝利で終結し、今や日独伊枢軸国で継戦しているのは日本のみとなっていた。日本海軍は神戸川崎に停泊して修繕中だったUIT25を接収した。二度目の接収となった同艦は以後第504潜水艦と改名され、1945年7月15日に日本海軍に編入され、以501型の4番艦、呉鎮守府籍の特殊警備潜水艦に定められ、呉鎮守府部隊付属となった。枢軸国の艦艇で日独伊の3海軍を渡り歩いたのはグリエルモ・マルコーニ級潜水艦のベースとなったマルチェロ級潜水艦コマンダンテ・カッペリーニと本艦の2隻のみである。終戦直前にはアメリカ陸軍航空軍の B-25 爆撃機を撃墜したとされている。1946年4月16日、神戸に停泊しているところを連合軍に拿捕され、紀伊水道で海没処分された。広田秀蔵大尉、1945年7月14日から1945年10月30日、田中千秋大尉、第2副員官、1945年10月30日から1945年12月1日。ありがとうございます。